ダイアログローファイレコーズ。日々さまざまな世代活動する表現者たちと出会い、即興パフォーマンスやセッションをする米澤一平が、日常的に彼らとの間で交わす表現や思考について、ゆるくも真剣でリアルな対話を携帯で簡易録音記録した音声コンテンツです。ビブラートじゃない？確かに。だから、なんだろうね、外人にも拳だなと思う。そういう意味。いやちょっとね、いや俺はぶっちゃけた話、厳密には分かんないんだけど、いやでもなんかちょっと違うとは思ったけどなんだろう、いや多分専門的に言えば多分違うんだと思う。揺れの感じとか最初の初動とかで違う。だビブラートにもだからそう違いがあるあると。いやでもやっぱ歌ってビブラートはやっぱワクワクする奏者的にやっぱそうにはあるわけだ、上がるという。ギター奏者的にもビブラートはするし、やっぱりなんだろうね、やっぱりなんだろう、いやなんかさ、楽譜的なところでないじゃん、揺らすって。だからやっぱそこでそれを入れるだけで決定的になんか音が変わってしまうっていうのがやっぱワクワクする。ビブラートが、あれ拳が入る歌い手と、奏者の歌い手ってやっぱ違うっていう。ああ違う、いや別になんか入ってない歌手でもいいんだけどね、でもあったらあったでやっぱすごい上がるよね。そういう意味では双方的な話。いや双方的な話でしょ、うん、だからあなんかいやなかなか実は多分知り合いのミュージシャンでなんか声に過度にビブラートをかける人が多分あんまいなかったのよ。ああ、いるのかな。多分ね、みどりさんとかゲットかけてる人ですよ。なるほど。だからやっぱりなんか上級テクニックが歌としてる。だから、来たーそうだよ、ちょっとテク来た感じって上がるよね。あ、そうそうそう、あ、来たー。 やっぱなんか揺さぶられるよね、これとともにそのビブラートの波とともに、ああなんか心も揺さぶられる。なんかある意味そういうなんか楽器の双方的なアプローチな感覚がするの。いやまあそれもあると思う。だってちょっとやっぱりなんだろう、まあもちろん楽器がさ歌の用意とかさあるけどさ、歌がちょっとそういうその楽器に近づくみたいな、結構ビブラートになるみたいな。まあそうかもしれない。俺は音楽分かんないから。一般的に言うと多分ギターのビブラートとかって人間味を出すみたいなことで言われて、だからなんかむしろなんていうのかな、ビブラートが楽器味というか、ビブラートこそなんか人間味みたいなことは言われるよね。面白いね。いやそうだからまああれなんだよ、どう見るかによってまあ視点も違うよね。多分人間で解釈は異なるんだけど、まあでもなんていうか、そうね、なんかやっぱり人間味みたいなところってやっぱりそのなんだろう、その楽譜とかにしづらい部分とかがやっぱり人間味とか言われるで、ビブラートとかってやっぱりもちろん揺れをこういう風に作ってみたいな楽譜での表記は多分あると思うけど、なんかそれともちょっと違う、その個性も出るところだし、だから
一番面白いところなんだよね。なるほどね、面白いね。なんかタップダンスで揺らすとか、ね、なかなかわかんないけど。あ、でもビブラートっていう奏法はないんじゃないかな。なんかトレモロ的なものはあるかもしれないけど、なんかビブラートって難しいよね。音程を揺らすっていうことで、そう、音程がだってそもそもそんなに存在しないっていう。タップダンスの音が伸びるっていうのがあまりなさそうだな。ないないなんかね、多分想像力では可能なんだけど、いや、あの実音ではありえない。でもさ、タップダンスだと音を伸ばすときはやっぱり踏みまくるっていう表現になる。踏みまくると、あとは、あ、伸ばすの、やっと、実音だから、だからこれ結構マジック的な話で、だから分かんない、でもさ、音って一瞬で消えるじゃん。消えるけど動き続けることで、この一回消えた音が実は持続してるんじゃないかっていう、耳に残すみたいな。マジック、止まったらもう起き瞬間的にとかわかんない、余韻もあるかもしれないけど。あれじゃない、それで言ったら、残したと思ってなんか揺らせば揺れて聞こえる。あ、でもそう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 、だからすごくその身体的さ、ダンス性の部分と、だからだダンスはさ、まあ身体で表現してるけど、なんかその一回音を発生をさせた上でとか、あるいは音を発生させる前に感じさせて音を出すっていうところの、なんかその音を発生させる前、あるいは発生した後のこれを体に作るわけ。いや、なんかね、そういうのって、そういう話聞いてると、いや、なんかバンドマンと関係なさそうにも聞こえるんだけど、でもバンドマンって実はプレゼンスというか、その動きって超大事なの。なんか音って多分動きと関係あるというか、その体感音みたいなのは動きが超関係していて、あの、なんか、なんだろうな、スタジオミュージシャンっていう、まあ偏見かもしれないけど、いや、なんかバンドマンってやっぱ体の動きが超重要なの、うん、なんか体の動きで上がる上がらないみたいな。あー、見てるそう、見てる人にとって多分なんか印象を与えてるっていうのは確実にあって、で、なんか今言ったそういう話がすごい関係してくると思うんだよ。いや、例えばそのね、なんかそう、こういう風に足をピーってやる、持続音が聞こえた感じがするとかあの、実際には聞こえてないかもしれないんだけど、いや、でもぶっちゃけ全部総合としての表現であって、いや、それは聞こえてるんですよ。あ、あの、だから、だから、これを考えると、いや、なんかパフォーマンスってなんか、いや、そう、すごい重要だなって思って。なんか、そのね、一曲は知ってるかどうか分かんないんだけど、マリア・カノンっていうバンドが、バンド名は知ってる。そう、マリア・カノンっていうバンドはぜひ一度、いや、僕のあの、すごい知り合いがやってるバンドでもあるんだけど、いや、これはね、あのね、フィジカルなんですよ。フィジカルかつすごい音楽的にもすごい面白いんだけど、パフォーマンスがやっぱり音にものすごい影響を与えていて、あのね、なんて言うんだろうな、独特の表現になってるみたいなのがあって、逆に言うと、そのパフォーマンスがなかったらそういう音にはならないっていう感じに言い換えてもいいかな。いや、迫力じゃない、やっぱり、うんうん、迫力はやっぱパフォーマンスないとないんじゃない。なんかさ、結構細かいリズムとかはあるんだけど、なんかそれがすごい有機的に聞こえるみたいなのがあるわけ、そのバンドでは。それはやっぱりそのボーカリストの人の動きとなんか関係あると僕は思ってて、なんかボーカリストが作り出してるの、それは。
で、ボーカリストが全部曲を作ってて、あー、だからなんかそれこそ楽譜的にとか、あるいはこういう曲作ってるけど、実はその、なんだろう、演奏自体にもその影響をすごい与えてるわけ。いや、だからボーカリストが楽譜的というか体感的に作ったものを なんか周りが必死にコピーして成り立たせるみたいな感じのバンドで、もうそれがすごい面白いんだよね。いや、なんかなかなかないんで。え、ちなみに結構バンドマンってそれも感じ取ってる、そういうのね。バンドマン、うん、だからパフォーマンス的な部分。いやなんか、わかんないけど、いやなんか、そこそこどこまでを音として見てるっていうところの今話になってきてるかなとか。でもさ、やっぱりさ、なんかこじんまりと弾いてるよりジャーとかやった方が、うん、きたーってなるな。まあね、でも逆に言うとこじんまりやってることのパフォーマンスをやってる人もいるっていうことだよね。いや、それはそう、それはそうだけど、やっぱり見え方は変わるんだ。だからそのどちらにしても意図しているかどうかないかどうかとか、あるいはその自分のやりたい表現とそのパフォーマンスがイコールかどうかみたいな。そう、あとは全体のバランスとかもそうだと思うけど、しゅうくんは結構意識してる。いやー、考えるよね。まあ考えてるね、今の話してたら。いや、考える考えるし、なんかいや、なんかもう本当に自分が演奏してる動画とか全部見るよ。あー、そうだ。全部見て、あ、こういう動きしてんだとか、うん、おー、いや、これはやっぱ良かったけど、これはどうなのかなとかは結構考えるし。良かった部分とどうだったかっていう部分って、なんか思い出す限りどういう部分。客が来るんですよ、うん、そうそうだ。それが多分一番面白いところなんじゃないかなっていう気がしていて、なんかやっぱりバンドとかは
あのそうか、同じように割となんか リピーターっていう感じがするんだよね。うん、だからそのリピーターにどう答えていくかっていう、なんかそういうところを多分考えた方がよくて、いやまあそれも良し悪しなんだけど、なんかそれがちょっと即興をやり続けてる感じと違うのかな。まあまた違うかもね。まあ良し悪しじゃなくてちょっと違う。でもどういうさ感じでさ、いろんな人とやってるわけ。いやなんか結構あれだね、やる人によってなんかマインドセットを変えるわけ。あ、マインドセット変わる変わる変わる、うん、なんか俺なんか前ってなんかあれ失言かなと思ったけど、いやそうじゃんと思って、人によって態度変わる。いやそれ普通だよ。いやでもそうそうそう、あの分かんない、あのなんか批判を浴びそうな言葉ではあるが、いやでもいやそりゃそうだそうでしょうみたいな、うん、でもそれはなんかその自分がその下手に出るとか、なんかそういう話じゃなくて、この人と一緒にやるんだったらこういう風にした方がいいっていうわけじゃないけど、まあだからまあマインドセットをまあちゃんとその人OKにするっていうか、でもその方が面白いかなと思ってるからそうするのであって、なんか別にそのなんだろう、へりくだったりそのなんだろう、久しぶりに出るっていう話じゃなくて、まあまあそうだよっていう話だよ。まあ、いやどうなんだろう、うん、だからある意味で言うとなんかそのなんか対等な勝負的にやるとか、まあ、あるいは俺がリードした方がいい面白いとか、あるいは人によってはまあいわゆる SM じゃないけど、あこの人にリードさせてついてった方が多分、つまりこの人が無茶ぶりに俺が答えてくっていう関係の方が多分、なんか相手は多分なんか俺がどんどんこう何かその俺が上に立って上に立ってっていう言い方じゃないけど、なんかこうなんかどんどん無茶ぶりしてくれると相手が無茶ぶりに答えてくるような構造でやった方が多分相手にとってはいいんだろうっていうのを考える。別に変えられるけど、でも相手がマインドセット変えられない人にとってそうした方がいいっていう感じで、だからお互いになんか今日の状況で あこっちありねこっちありねこっちありねはいいんだけど、あこっちが好きなんだなっていう人にとってはま下で行った方がいいっていう感じ。お客さんもなんか、なんかそれを求めてるかもしれないかもしれない、なんかそこをさ、なんか裏切ってこうやることにあんまり意味がないっていうか、いやあるかもしれないけど、どうなんだろう。わかんない、いやわかんない、だから一応そういう考えも、あこの人には俺が答えていく方にしようかなみたいな。でもこれって結構人間的な関係性とかもあるじゃないですか。いやそうだね、うん、いやだから何やってもいいかなって思えるときは何やってもまあね瞬間的にやればだけど、ちなみに今までで一番なんかやったやばいパフォーマンスとかってなんかあった？パフォーマンスこれはちょっと売り切っちゃったなでも周りと合わせてなんかやりそうだよね。基本はね、なんか自分の振り切ったパフォーマンスを見せたいって基本的にあんまりないから、いやそうだよね、絶対そうだよね。逆に相手が振り切ってたとしても俺がどうその間そのなんかお客さんにちょっとこう合わせるかどうかみたいな、なんか間をじゃあそのやろうみたいな、俺が振り切るってあんまりないから。でもどうだろうな、なんかあるかな。いきなり説教する。いやでもなんだろう、ほとんどでも空気読んでくれる人なの。いや絶叫ってありだと思うんだよね。でもさ絶叫はさ、例えばさバーってこの人さ絶叫来たとしてもさ、でやばって思ったとしても、次さ絶叫しなさそうな人がさ次さそれ答えたらさありになったりするじゃん。
そうなんだ全体のパフォーマンスとして、うん、あこういうもんなんだってそうこういうもんなんだっていうふうにどうするかもあるからそういう意味ではなんか自分なりにも調整してるし別にしなくても成立するんだと思うんだけど自分がどうしようと思ったのに対して自分なりに調整をしようとかしてる部分もあるからあでもなんかそういうさ、うん普段やらない極端な何かに追い詰めてくるパフォーマーみたいなのいるのかお前もこれやれよ的な何だろうねあのねなんかね難しいのが経験積んでくるとこのパターンあったなってだんだん一応なってくるんだよだからつまり昔の方が分かんないことがあるなんか上等区だったとしても昔の方がえ何これみたいな感じになるからだんだんそういうのってなくなってくるなっていうのはある気がしてて、ね、なんか面白いのがやっぱり今初めての手段が来たとしてもあこれ俺の中にない手なんだけどあこの人の今までの経験値の中でこれうまくいったんだなって解釈しちゃうのそう俺がよく分かんない手が来たとしてるからなるほどね、うん、俺の人の中ではまあ普通なんだなそうそうそうだから俺の中ではなんか昔だったらパニックになってたかもしれないけどじゃなくて視点を急に変えてあ相手の中ではこれやってる手段でこれがお客さんに受ける手段をこの人にとってやってるのかもしれないって思えば大人俺にとっては知らんけどいやまあでもそうだよねそうなるよねそう、じゃなかったらやんないっしょみたいなさっていうふうになってきたそういうマインドセットにもなってるっていうのはあるかもしれない5歳児ぐらいのコントロールできない感じのことをやった方がいいんじゃないかなうんでもなんか最近さなんかそれこそ子供生まれてさ子供ってさやり取りするってやってるとなんかそういうパフォーマーの気持ちが分かってくるでそれどういうだからつまり言語じゃない会話に行くんだなってなんじゃいやなんか子供であれってもうやり取りするってだってこう言っても分かんないなんかもうこうやるやり取りするのが一番なんか伝わってる感じがしちゃうっていうかいや確かにね、うん、そう思った時になんかあなんかこういうよくわかんないパフォーマーの人ってあそうなんだなってちょっとなんか自分なりの自己解釈いやそれも面白いいや確かに、うん、なんか。いやでもやっぱり子供は面白いんじゃないですかいや面白いよ、まあ、いやなんか変な何か枠組みみたいのがないような気がしていてあでも本当まさにそうだから何もさその相手と取るコミュニケーションの言、いわゆるこう会話での言語情報みたいなされてるわけじゃないからでもなんかそれはその文化としてなんだろう言語っていうもので会話しましょうっていうのがさ文化ごとにとか国ごとに変わらないっていうのもあるかもしれないでもなんか本質的に会話って多分きっとなんか言語じゃない部分疎通だと思うからなんかそこをそのすごくフラットにやるってまあ、その子供と会話するっていう会話をしてみるっていうところだったりあるいはその異文化の人とでもやっぱね子供とかいいんだよねおそらく大人になってくればなるほどさなんかさゲームで会話できなかったら諦めるじゃんいや諦めてる諦めてるああこれで会話できないなってなっちゃうじゃんそうだんだんもう分断されていくみたいなでもさ子供ってさ言語で会話しようじゃないところになる子供見捨てられないしね、ね、そうすごく本質だなと思って
に表現ってあるよねみたいな感じ。いやー、まあ、確かに子供はいや これはカットしてもカットしなくてもいいんだけど、その子供と接してる中でこれは大変すぎるわみたいなのはあったりする。いや大変すぎるか。あ、でもまあほんと睡眠時間ぐらい。いや寝てんの毎日5時間ぐらい。あ、5時間ぐらい、まあ寝るけど。でもやっぱりさ、今までではありえない時間に起きるっていうかさ、なんか、なんか今起きたらまだ夜中の何時でっていう1回起きると1時間ぐらいは起きないといけないから。でも多分うちの子はなんか割と大変なところほど頻繁じゃない感じもある。寝てくれるとき4時間ぐらい寝るときもあるから、なんかだんだん寝る時間も長くなってるから、2時間おきとかじゃないから、2時間おきはあるけど、まあ割と手のかからない方なのかな。まあそういう意味では贅沢の悩みぐらいの贅沢なんですけど、睡眠時間って多分寝れてる方だと思う。やばい方かな。やばい人は寝れない。でもやっぱり大変な時って眠い時、眠くなかったらさいくらでも相手できるんだけど、眠い時って相手が大変だから、それが大変かなとは思うかもしれないけど、そうじゃなければ大変じゃないかもしれない。俺は割と、でもそれはなんかもしこれがなんだろう、そのワンオペになるときついかも。まあ絶対そうだよ。だからワンオペっていうと俺よりも奥さんが大変。奥さんの方だとは思う。いやだよ。もうね、やっぱりなんか自分じゃ生まれないエネルギーが生まれるっていうか、やっぱり本当にそうなんだけど、まあ、どんどん表情とかも出てくるし、どんどんその喋るようになって、喋るって言ってもその言語的な喋りっていうよりは音のレパートリーが増えるみたいな。何その音みたいな、急に現れたりするわけです。だからつまりなんかすごく目の前で成長が見える何かってそんなにないと思う。確かにね、あんな急激にみたいなのないもんね。それがなんかやっぱり1日2日だったり、まあ、1週間も含めてやっぱり成長が見られる。それがしかも身近な何かの中で、しかもそれはさ自分たちが接してるわけだから、つまりさ、まあ言い方変えればさ自分のやってる技術が上がるのと同じっていう、なんか、ね、この楽器こんな音になったみたいなとかさ、あっていう、だから自分の成長と感じるのともちょっと違うかもしれないけど、なんかすごくイコールの喜びな感じがするような感じっていうのが、いやこれが他人の子供だったらそうは思わないので、まあ、自分の子供だったらすごく何かそう感じるな。それはなんかなんだろう、それが感じられるとやっぱりさ自分の喜びって感じれるとさ自然と笑顔って出るじゃん。なんか自分から生まれない感情がさをもらえるみたいな感じがするんですよ。なんか俺ってなんか、だって自分の目の前でさこんなにさ、わかんない、本当にそう思ってるかわかんないけど、目の前でさめちゃくちゃさこんなに笑ってくれる人がいたらさ、やっぱ一緒に嬉しくなる。それはそうだよ。なんかそういう感じがあるかもしれない。一緒に笑っちゃう。一緒に笑っちゃう。この感情ごめん、俺にないけどありがとう。いや確かに、なんかいろいろ逆に学べるところみたいなのたくさんありそうだ。あるね。なんか、なんか子供生まれるとどういう心持ちになるんですか。今
なんか教育方針とか。あ、教育方針は俺はあんまりないけど、まあ相手悪っていうのもあるのと、相手悪っていうか、まあやっぱりその相方の生活習慣、生活習慣もそうだけど、生活習慣のベースってさ、自分が育ってきた教育がベースになってる。まあ その違いがまずあるっていうところなのかな。で、自分の教育受けてきた教育と生活習慣が多分きっと教育のベースになるから。で、俺は割と自由だったなって感じがする。自分の親の教育が、なんか親の写真とかをたまに見るんだけど、なんかすごい自由婦人じゃないけど、なんかわかんないけど、なんかさ、お父さんと親が写ってる写真とかがなんかで回ってくるときに、なんかすごいいい家族なんじゃないかみたいな、勝手な邪推をしてるんだけど、ノエル写真が残ってる。いやいや、違う違う、一平君。あ、俺が、あ、邪推って俺のところ。そう、あんまり写真残ってるわけじゃないけど、やっぱりでも最近久々に見せてもらった。あ、うん、あ、こんな写真残ってるんだな。体感として育ってきた環境っていう感じの中で言うと、なんだろう、でもさ、その自分の体感をそのまま子供に教育にしたいかっていうと、そうは思わない。だってさ、俺だって多分1歳の頃とかに家でホラー映画とかさ、普通に映ってたの。言ってたの。ホームビデオがってやつでしょ。そう、あ、ちょっと流さないかなみたいな。それはね、だからすごいよ。だからその後さ、やっぱそのホラー映画を見てた影響とかがあるから、まあ別に俺は仮面ライダーとかウルトラマンとかゴジラとか特撮系とかさ、もうさ VHS の時代だから、なんかそのビデオ屋とか行ったらさ、とにかくそういう特撮系をめちゃくちゃ借りまくる。なんか小さい頃から、小学校前からコーンサトシとかもさ、たぶん俺って幼稚園、あ、保育園が多分小2ぐらいで多分借りてた。早いね、うん、だいぶね。で、あのね、まずあの VHS のその映画が出る前に、やっぱり出るの借りてるの、予告映像流れるじゃん。予告映像の中でコーンサトシのパーフェクトブルー。何これみたいな。で、ちょっとこれから出るみたいな、これレンタルリリースこれからみたいな。もうね、レンタルリリースされた日に借りた。いや、早熟だよね。だから、ランが、なんか、不気味なものに興味がある。なんか、不気味なものに興味があるっていうような子供たちが、何これ。いや、それいい感性だと思うけどね。いいと思うけど、その感性を育てるためにそうしたいと俺は子供には思えない。だからすごい、なんかそのまだホラー映画見てるとか。いやー、でもさ、やっぱりさ、わかんないけど、なんか自分とは違うものが出てきた時に面白がれる感性ってすごい重要だと思う。うん、まあでも正確に言うと、なんていうか、そのなんか相手がいるから、相方的にそれがありじゃないと。いや、そうなの。いや、俺はなんか実験したいっていうか、俺はあんまり分からない、あるかもしれないけど。でも、いや、分かんない。でもだから、いや、一番すごいのはだから俺の親だと思う。よくこれを野放しにしてたなって思うわけ。別に親はさ、表現者とかさ、アーティストやってるわけじゃないけど、でも分かんないけど、親の興味のまま、あるいはそういう中で俺が興味が出たものを全部借りさせてくれたの。仮面
昭和の仮面ライダー見てたし、ウルトラマン見てたし、ゴジラ見てたし、ガメラ見てたし、妖怪人間デブとか見てたし、ゲゲの鬼太郎とかも、まあ、今言ったコンサートに借りさせてくれて、これを許容してくれた親だったんですよ。すごい、ね、なんだなと思うみたいな。いや、おかしいよね、何かがプロレスも見てたし、なんか何かがおかしいよ。なんかこれがさ、自分が親になった時にこれを子供に許容できるのかなって思うよね。いやすればいいじゃないよ。いや、まあいいんだと思うんだけど、奥さんのそう、いや、わかんない。あの、これがどのぐらいオフレコになるかわからないけど、いや、でもなんか奥さんはなんか結構許容してくれそうな感じの人っていう印象を僕は持ってるんだけど、違うんだ。あー、でもなんかその、でもその一応の教育方針だから、そのつまりその結果的にやっぱりそのこうやって生きている上で何を見ちゃう、聞いちゃう、何に興味を持っちゃうっていうのは結果的な話で、で俺らもやっぱり自分の好きなものは見るし聞くし、でもそれをそのこの子に影響を受けさせて見よう聞こうではなく、間接的に入ってきちゃうことはある。でも直接的にそれを影響を与えようと思っては場を作らないわけで、でもなんか俺らが聞いてるところで聞いちゃうかもしれないじゃんっていうのはあるかもしれない。聞かせようと思っては多分聞かせない気がするし、見せない気がする。で結果的にそうなった時にそれは許容すると思うっていう感覚だ。だから、例えば影響を与えようと思っては与えないよねっていう感じ。いやでもまああれだよね、親が何を許容するかっていうのは子供に伝わるよね、絶対に伝わるね。だから放っておけばあの親が許容範囲広ければいろんなフィルターが多分そこまでないってことだから入ってきちゃうと。だからすごいなっていうか、俺も自己肯定をあえてするけど良かったなと思ってるし、でもこの教育環境がなんかその言い方をあえて言うけどベストだったかどうかっていうのは分からない。教育としてベストだったかどうか、でも俺は肯定する。何を判断軸にするかみたいな。まあね、いやいろんな価値観を子供は知っといた方がいいと思うね。いや、あの真面目な話。いやいや、本当にそうだと思う。いや、だって何が起こるか分かんないから、この先は、人生はなんか、世の中的にもいろんなことを知っておいた方がいいと思う。真面目な話を。いや、本当そうね。だから、なんかその理想的に、だから教育的に言うと自分で自分の考えをできるようになる、自分で思考をして。いや、本当そう。その教育ができれば、多分何でもありだと思う。本当そう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 、そうだよ。本当そう。ある教育方針。いや、教育方針今の想定の。いや、いや、やっぱりあれでしょ、考える力を身につけさせるってことでしょ。どうやって考える力を身につけさせる。いや、やっぱいろいろいろ、いや、どうですかね。いや、どう思うって疑問を投げかけまくることだよ、一つはね。まあまあまあ、こうだよじゃなくて、どう思うみたいな。どう思うみたいな、それが多分一つある。あとはいや、多分いろんな人に若いうちから合わせたらなんか多分違う。うん、そうね。やっぱりなんかそれなりにその会う人が限られると世界観も限られちゃうから、だからこういう人もいますがどうですかみたいなのはした方がなんか良さそうなんじゃないかっていうのはなんとなく感じてる。結構自分にもそれしてる感じがある。え、俺そう、だからいろんな人に会うとか。いや、それそうでしょ。コミュニティ
いや、それそうでしょ。でも大人になればなるほどさ、自分でコントロールしないとそうならないでしょ。いやいや、俺はもうマザーの愛っていう感じあるよね。いや、そうそうしないとなんか思考が凝り固まっちゃうし、あ、なんか、うん、いや、そうだ、意識的にやってる、意識的にやってるよね。まあ、意識的なのかどうなのか、いや、まあなんかわりかしアウェイが好きだ。へー、いいね。その根性大事だよね。いや、いや、アウェイ大好きでしょ。まあ、さっきの話で言うとそうだ、知らない人と一緒にまあ、やりたいみたいな。アウェイ、いや、その感じがすごいいいと思うんだよ。まあ、アウェイが好きな人ってそんないないと思う。アウェイで、アウェイの中で何をやるかみたいなのが多分すごい重要な価値観とかについてて、いや、わかんないけど、いや、話をものすごく大きくすると、なんかその価値観が合わないから戦争をするみたいな、なんかそういうのってなんか違うんじゃないかみたいなのがあるじゃないですか。だからなんかその価値観が違うけどどう思うかみたいなことをちゃんと考えるっていうのはすごい重要な価値観だと僕は思ってるし、なんかそういうことを実践しているっていうのはすごいと思ってるで、僕はすごいありやすい。まあ本当に身近なところから実践していくっていうのも、あ、そう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 、いや本当にそう思う。なんかそうだから身近なところでなんかそういうことについてなんか考えるとか、なんかそういう実践をしていくっていうことがすごい重要なんだなって思います。いい話いやいや、いい話だ。チャンネル登録よろしくお願いします。